2020年7月27日のビデオブログです。目覚ましで朝5時に目を覚ましました。外はもう明るくなっていました。昨日の夜の無人のお店です。まだ列車が来ないので駅と反対側のトンネルのところへ行ってみました。しかしトンネルの上には前日から降り続く雨で地面がぬかるんでいて登ることができませんでした。あのトンネル上の木のないところから撮影したかったのですが今回は断念しました。橋梁は曲がって昔のトンネルにつながっています。しかしここにコンクリートの基礎がありやがて今のトンネルの横に新しいトンネルを掘ってまっすぐにつなぐ予定なのでしょうか。昔この上から撮影した映像です。同じところから撮りたかったのですが今回は行けませんでした。これは下から見た橋梁です。そしてまたお店のところへ戻ってきました。これは何かなって見ていると蒸気機関車をイメージしているような感じがしました。最初は何かわからなかったのです。これは昔の鉄橋を撤去した鉄骨です。ベンチにしているのかな。そしてこの看板の柱も鉄橋を撤去した鉄骨でできていました。それでは写真撮りながら歩いて展望台へ行きました。途中ここから駅へ行く道と展望台へ行く道に分かれているのです。昔は駅から展望台へ行くことができたのです。しかし新しい橋梁になってからは駅と展望台の間に線路ができて踏切もないために駅から展望台へ行くにはここまで降りてきて展望台へ行くしかありません。ここも高い有刺鉄線の柵があって線路を横断していくことはできないようになっています。そして朝の一番列車です。それからこんなところにもカメラが設置されています。このカメラライブカメラでパソコンでも見れるみたいです。次の列車は大阪行きの特急浜風2号です。やけに徐行してますね。今日はほとんど風がないのですが、まさか余部駅に停車したのかな。とにかく特急とは思えない徐行運転をしていました。ここから撮影した昔の映像がこれ。この後は一旦道の駅まで降りて、今度はある人に渡す模型を持ってエレベーターで余部駅へ行きました。エレベーターの場所が昔の鉄橋の一部になってます。
ガラス越しにまたネット越しに外の風景が見えますが、ここで列車を撮影するのは無理ですね。昔の線路です。そしてこの柵の上、トゲトゲになっていて、まるで刑務所って感じですね。通路にもこんな窓があるのですが、下の方がよく見えません。ここまでの歩道に見える線路は飾りで本物ではなかったみたいですが、ここからは本物のレールになっているみたいです。そしてホームの端から列車を撮影しました。そしてここで模型をある人に渡して喋っていると、下り列車がやってきました。昔はこんな感じでした。この後は歩いて降りて、今度は下から列車を撮影しました。海の方へも入れないみたいです。次は隣の鎧駅に行きました。この道、ガードレールもないし危なすぎる。昔はここにも線路があったようです。反対側の線路は撤去され、今は単線の駅になっていました。
そして快速列車はこの駅を通過します。鎧駅から見える日本海の風景です。昔の鎧駅はこんな感じでした。これは鎧駅前のバス停です。この後余部から無料の自動車道で浜坂へ行ったのですが、さっき鎧駅で撮影した列車に追いついたみたいで踏切でやってきました。今度は霞駅の近くの橋梁で撮影することにして霞駅へ行きました。ここが霞駅近くの矢田川橋梁です。ここで上りと下りの列車を撮影しました。次に九谷駅へ行きました。この駅も単線の駅になっていました。こちらにも昔は線路があったみたいです。九谷駅も快速列車は通過します。現在、山陰本線には快速列車が走っています。しかし、昔は快速は走っていませんでした。そして昔は鎧駅や九谷駅に停車していた普通列車が余部駅は通過している普通列車もありました。ただし現在は逆転していて、快速列車は余部駅に停車しており、九谷駅と鎧駅を通過しています。快速列車を撮影した後は浜坂駅へ行きました。この駅は3番線まであります。最初にやってきたのは鳥取行きの普通列車。
そして城崎行きの普通列車もやってきました。鳥取行きの普通列車が発車した4分後にこの駅終点の特急がやってきます。この列車に乗ってきた人は、鳥取駅へ行くためには1時間以上待たないと列車がないのです。なぜこの列車の到着を待たずに4分前に鳥取行きの列車が発車するダイヤになっているのでしょうか。とにかく不便な鉄道、この上もないです。普通なら考えられないですね。次はこの特急の折り返し列車を撮影するために九谷駅へ行きました。すると城崎行きの普通列車が来ました。そして特急列車、この列車を撮影して徐々に変えることにしました。これは九谷駅で写した昔のビデオです。でも今回は久しぶりに山陰本線の余部橋梁と浜坂から霞間で撮影して感じたのですが、浜坂駅がターミナル駅になっていて、浜坂から鳥取間は特急列車は1往復だけ。特急列車も3両編成というのはなんか寂しいですね。余部橋梁にどれだけお金をかけて作ったのかもしれませんが、この近くに無料の自動車道ができているのです。鉄道も同じようにもっと高速で走れる線路を新たに作るべきではなかったのでしょうか。それとも無料の自動車道が鉄道に代わって鉄道の使命は終わったのでしょうか。昔はこんなに列車が走っていました。
Yeah.